どうもこんにちは、高川です。JR 長崎駅周辺をお散歩しながら実況解説、2本目の動画になります。今回の動画は西口に引き続き東口をお散歩しながら実況解説しますので、ぜひ最後までご視聴の方もよろしくお願いいたします。ということで早速行ってみましょう。今こちらは西口にいます。西口からこちらの東口への構内を通ってですね行きたいと思います。長崎駅、こちらは構内になります。どんな感じでしょうか。非常に駅ビルとして綺麗ですね。中が綺麗です。どっちかといえばどうでしょう、熊本より新しいんですかね。めっちゃペカピカですね。そしてですね、やっぱり長崎といえば観光ということで、長崎街道、かもめ市場なんかもありますね。そしてこちらは在来線乗り場でございます。駅の中にもですね、こういったレンガ調のタイルがふんだんに用いられております。そして天井はですね、木が用いられておりますね。非常に温かみがある長崎駅構内でございます。そしてこちらは西九州新幹線乗り場でございます。2019年9月西九州新幹線一部区間開業いたしました。武雄温泉駅から長崎駅ですね。本当にですね、不甲斐ないのはなぜ長崎から新鳥栖全面開業しなかったのか、佐賀県が妨害したみたいなことで諸説ありますけど、それは非常にですね不便なことです。武雄温泉からですね、リレーかもめがですね接続しているとはいえですね、非常に不便ですね。ぜひですもんね、一刻も早いですね西九州新幹線全線開通を希望しております。なんだこれ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これ新長崎駅ビルですね。めちゃくちゃかっこいいでしょ。 JR 長崎駅直結オフィス誕生ということで、このデザイン性の高さはびっくりしちゃいますね。早速現地に行ってみましょうかね。長崎駅東口はですね、まだ開発途上ということで、至る所で工事が行われております。こちらですね、先ほどの完成予想になりました JR 長崎駅直結の、オフィスビルでございます。6階建てですね、一部6階建てのオフィスビルでございます。こちらもですね、レンガ調のタイルがあしらわれております。非常に重厚感があって非常にかっこいいですね。やっぱりこのレンガ調のタイルが一番だなと思います。こちらの雨よけシェルターにもですね、屋根に木が用いられております。ふんだんに使われてますね。温かみが非常にある、駅周辺でございます。いや本当にデザインセンスが高いんですよね。僕本当驚いてますね。これだけデザインセンスが高いとどうでしょうね。今までですね、福岡の博多駅はもちろんのことですね、佐賀であったりですね、鹿児島であったり、大分であったり、熊本であったりですね、全部、宮崎は行ってないんですけども、全部行ったんですけども、一番ですね駅前がおしゃれです。博多駅前もですねオフィス商業施設とあってですね、非常に洗練された街ではあるんですけども、やっぱりこう重厚感という意味に関してはちょっと欠けるなって感じですね。デザイン性もそこまで、なかなか個人的には高いとは思いません。ただ長崎びっくりしましたよ。何回も言いますけど、相当デザイン性が高い、洗練されております。ソフィスティックケーキとされておりますね。かっこいい。さあこれですよ、これですよ。新長崎駅ビルでございます。見てください、これ。あっちが九州新幹線、間違えました、西九州新幹線の線路ですね。ちゃんと高架しておりますね。当たり前ですけど、あっちにカモメが止まってますね。見えますでしょうか。長崎駅、いいですね。ガラス張りになっててですね、視界良好でございます。そして、完成予想図がこちらにございました。ちょっと斜めってますね。ちょっと待ってくださいね。差し替え良好ですね。さあ、こちらに完成予想図がございます。先ほどですね、ご紹介いたしました稲佐山、そして出島メッセ長崎、そしてヒルトン長崎ですね。でこちらには記載がありませんけど NBC 長崎放送のテレビ局のビルがありますね。そしてこちら東口はこの新駅ビルと駅舎、そして東口駅前交通広場暫定と書いてありますね。そして、多目的広場ができます。そしてもともと従前である海プラザ、そして先ほどご紹介いたしました長崎県庁ですね。長崎県庁西口ですね。ということでこんな感じでですね、イメージしていただければ分かると思います。非常に洗練されてますね。建物の配置すべて工夫されております。こっちの方が大きかったですね。そして精細ですね。こんな感じですね。進化する陸の玄関口長崎。長崎はですね臨海都市ということもあってですね、海の玄関口も、出島があるということでですね、幅広く開かれている、それが長崎という町なんですよね。2025年にフルオープンということで非常に楽しみでございます。2025年なんで今の2023年の夏でございます。あと2年後ということで、2年後もですね完成した長崎駅周辺をまた行ってみたいと思います。それまでにですね、非常にですねもう本当お伝えしきれないぐらい開発が行われているんで、また多分行くと思いますね。すごい長崎駅前もちょっと映しておきましょうかね。長崎駅前はですね、非常にちょっと古いですね、ビルであったり雑居ビルが点在というか多く建ってますね。NHK があったり、1、2、3階を店舗で、上を賃貸マンションでしょうか。で、アッパホテルがあって、上に三菱電機の看板がありますね。交通会館、県営バスターミナルです。バスターミナル、異常に古そうですね。多分築50年。余裕で旧耐震の建物ですね。そして路面電車です。長崎は路面電車の街でございます。バスも走ってますね。この県営バスターミナルは絶対建て替えた方がいいですね。工事中の新駅ビルでございます。すごいですね。もともと長崎は高架化した時にですね、駅ビルはできたんですけども、新しくこう増築するということで、長崎のですね勢いが感じられる都市開発となっております。素晴らしいぞ長崎。こちらの工事はおそらく新駅ビルと旧駅ビルという言い方は変ですね。元から既存の建物の駅ビルとですね、専用通路で結ぶような感じの工事じゃないですかね。多分おそらくそんな感じだと思います。回遊性を高める工事が、行われております。やっぱりワクワクしますね。この街づくりは決して超高層ビルはですねないんですけども、やっぱりこう街の発展を見るとですね、福岡県民、そして九州民になる中川、興奮します。ワクワクします。正直、広島にも行ったんですけども、広島並みにこれ開発されてますね。広島もJR 西日本によってですね、駅ビルが建設されておりました。向こうはですね、高さ100m ぐらいの、ホテルも含めた駅ビルなんですけども、こっちはですね、負けず劣らず、これからちょっとご紹介します。さっきですね、西口にですね、ヒルトン長崎があったと思うんですけども、もう一個ですね、国際ブランドのですね、ホテルがですね、新たにビルに入るとなります。どっちから行っていいんだろう。非常に暑いですね、今日は。梅雨の中休みということで、福岡からはるばるですね、来たんですけど、雨は降ってないんですけども、それでもですね、この気候はとてもじゃないけど蒸し暑くて非常に疲れますね。それでもですね、皆様ともですね、約束した通り、チャンネル登録がですね、100人ずつ増えればですね、福岡が飛び出してですね、こういって九州のみならず、各全国に行ってですね、駅前中心部を皆様にご紹介するという、これは新たな試みですね。なんでですね、こういったらですね、中川にですね、いろんなとこ行ってほしいよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録が100人を超えたら定期的にですね、ツイッターに告知をさせていただきます。告知いたしましてですね、長崎であったり、今回は、四国もですね、候補地に入れさせていただいたんですけども、四国であったりですね、中国地方4つの中から中川に今一番行ってほしい都市をですね、皆様にですね、投票していただいて、一番投票が多かった都市に、行くことにしております。今回は長崎が一番投票が多かったということで、今長崎に来ております。さあどうでしょう。これさっきあっちが西口ですね。西口、こっから見る西口もいいですね。長崎県警の庁舎と、そして長崎県庁ですね。非常にかっこいいですね。そして東口にはすごいものがありますよ。もうすぐ見えてきますね。ちょっと位置関係がよくわからないんですけども、もうすぐ見えてきます。もうすぐ正面に見えてきます。これはどうだろう。信号を左に渡った方が前景が見えやすいかと思うんですけども、信号というか、横断歩道がないな。ちょっと見えにくいですね。大丈夫ですかね。これがアミュプラザですね。JR 九州の商業施設ブランド、アミュプラザ長崎です。アミュプラザ長崎と新長崎駅ビルが2つできることになりましたね。博多もですね、線路の上に新駅ビルをですね、まだ増設ということなんですけども、長崎のが一足早い駅ビル2つ目ということで、長崎すごいですね。あれ、これどう言ったらいいんだろう、わからなくなっちゃいますね。これ非常に渋滞してますね。車が多分パーキングに入る時の渋滞ですね、これは。さあもうすぐ多分見えてくると思います。防音シートがかかっているところは、多分新築の建物って建築中だと思うんですけども、見るからに多分立体駐車場ですね。さっき中川がですね、車で長崎市内ちょっと通ってみたんですけども、結構ですね、コインパーキングが少ないですね。しかも30分100円、1時間200円ですね。割と高いなと、そういったところが印象に残ってますね。なので駐車場はですね、できるだけ確保できるようにした方がいいですね。またちょっと西口に来ちゃいそうですね。あれあれあれ、どうしたもんでしょう。あー、見えましたよ。あ、ここからはいけない。ただ見えました、見えました、見えました。これ画面には映ってないですね。また西口にやってきてしまいました。まあ、何回も見れるということで、そこはご了承いただければと思います。2回目来たので、ちょっとまた新たな発見があるかなと思って、ポジティブ思考でいきましょう。しかし工事中の箇所が多すぎてよくわからないですね。割と複雑でございます。また来ちゃいましたよ。出島メッセとヒルトン長崎。また 駅構内を通ることになりましたね。ぐる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 回った気がします。ただ絶対にちょっとご紹介しておきたい建物なので、ちょっと動画の尺稼ぎみたいになっちゃいますけど、これ上通ったらいいのかな、どうやって行けばいいのかマジでわからない。このグダグダっぷりも中川隆一郎チャンネルのですね、醍醐味と思っていただければと思います。まあ、そういったちょっと言い訳をしないとですね、さすがにちょっと説明がつかないですもんね。長崎駅、西口、東口、もう一回行ってみましょう。またコーナー通りますよ。また通るんだ。また通りました。非常に暗いですね、これ。ああ、明るくなりました。今若干暗くなりましたね。さあ次は間違えずに行ってみましょうかね。本当に工事中、わけわかめでございます。なんでちょっと、あっちにですね、歩道橋がありますので、歩道橋からできるだけ、位置確認をしてですね、行ってみたいと思います。最悪多分歩道橋から見える可能性もありますので、これさっきも多分通りましたよね。広島の、夜の街をお散歩、広島駅から原爆ドーム、非常にグダグダな動画でしたけども、長崎もですね、広島よりはマシですけど、かなりグダグダな模様でございます。あっちに歩道橋がありますね。これ物理的にあんまり見えないのかな。もうご紹介しますね。こちらです。あの建物です。駅舎の上の、駅舎とか駅ビルの上の、かっこいいガラス張りで白を基調とした建物ですね。これマリオット長崎でございます。あの国際ブランドマリオット長崎、東口に誕生ということで、西口にはヒルトン、そして東口にはマリオットという、本当にこれ完璧にですね、91じゃないですか、91。博多駅前にそんな国際都市ブランドのですね、ホテルがどこにありますか？長崎しかないですよ。長崎のポテンシャルを本当に表してますね。これをできるだけちょっと近くで見ていきたいですね。近くで見たい、近くで見たい。どうやったら見れるんだろう。高架広場が通れなくなります。ちょっと高いところからですね、見ていきたいと思います。多分ここからしか見れないですね。ということでですね、長崎駅前の、風景はこんな感じになっております。JR 九州ホテル長崎、そしてマリオット長崎、そして奥にはヒルトン長崎、そしてその奥には稲佐山ということで、長崎の発展具合が素晴らしいということで、そしてですね、この古風なですね、路面電車の駅、素晴らしいぞ長崎。これちょっと下に行ってみましょうかね。下に行ってあっちに行ってみたいと思います。非常に暑い。しかし見切れてますけど、マリオット長崎非常にデザイン性が高いですね。13階建てございます。新駅ビルともともとのアミュプラザ、そして JR 九州ホテル長崎、素晴らしい。ということで、今回は長崎100年に一度のビッグバン再開発プロジェクトが行われている長崎駅前周辺をお散歩しながら実況解説していきました。皆様、今回の動画はいかがだったでしょうか？中川隆一郎、これからもですね、日本全国、そして回りながら福岡も絶対ちゃんとですね、動画にしますのでですね、ぜひですね、チャンネル登録、コメント欄へのコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、中川隆一郎でした。バイバイ。